はい、中年オタッキーです。今日はね、先週もね予告しました通り、印象的な写真の撮り方の風景編ということでね、初心者向けになるんですけどね、上手な人は僕の写真とか僕の説明を聞いてもね、何にも参考にならないと思うんですけども、最初にね言っておきますけども、写真ってその最初はね、そのいろいろその人の真似をしたり習ったりとかはいると思うんですけども、基本的にね誰かから習ったりとかどっかで勉強したりとかね、いうものじゃないって僕は思うんですね。誰かから習ってその写真を撮ってもそれは真似になってしまうんで、で今回もね、その僕のね言ってることをね真似してもらってもしょうがないんでね、あくまでねその参考程度に、見ていただければと思います。で私プロでも何でもありませんのでね、大した写真は出てきませんし、プって笑う人もいるかもしれないんですけどね、今日の動画はね、あくまで参考程度に、ということで、こんな感じかみたいな、軽い人もいりゃ何言ってんだって人もいるかもしれないんですけどね、もしね参考になる人が、いらっしゃったらね、幸いだと思っています。それではね動画、スタートしていこうと思います。はい、風景のね写真をね印象的に撮る、それはね綺麗な風景をね撮りゃそこそこ印象的になるんですけども、より印象的になる、方法っていうかね、それはね綺麗な景色を撮りゃ印象深い写真になることは当然なんですけども、それだけではねちょっと物足りないわけなんですね。でちょっとひねりをね加えてやればいいっていう考え方、以前もね桜の写真をね綺麗に撮ろうっていう初心者編の桜の写真を綺麗に撮ろうっていう動画でもお話ししたんですけども、ただ桜を撮るだけではつまんないと、何かひねりが必要だと。で風景写真のねプロの方ならねよくわかると思うんですけどね、もう基本的に待つっていうのは基本なんですね。なんていうんですか、あとその被写体ですね、被写体をしっかり考える、風景写真、風景が被写体なんですけども、違うパターンも違うパターンというかひねりを入れる、っていうパターンがいろいろあります。でちょっとね動画じゃあ写真をね何枚か見ていただきましょう。これね結構気質の写真もありますけども、ちょっと5枚ほどかな、見ていただきましょうか。はい、それでは。はい、どうだったでしょう。あんまりね、自慢できるような写真でもないんですけど、まず、1枚目から行きましょうか。この写真ですね。実はこの写真ね、もうちょっと空が狭かった方が良かったかなって、後で後悔した、写真になるんですけどね。別にね、この人たちいらないっちゃいらないんですよ。菜の花だけでもね、十分綺麗。それでも十分写真を成立するといえば成立するんですけど、この人たちがいることによってね、ちょっと楽しい雰囲気が加わるんですね。これね、誰もいなかったんです、最初。で、誰もいなくて、綺麗だけどちょっとつまんないなと思って、待ったんですね、人が来るの。で、顔が映んないようにね、一応留意しながら、撮りました。で菜の花畑でね、人が遊んでる雰囲気っていうのを出してみようかなと、こんな感じでちょっとひねりを入れたんですね。次
次行きましょうか。まあ、この写真は特にひねりがないんですね。この写真は待っても誰も来ないパーキングと車撮ってもしょうがないんで、この写真はどういう風に印象的に撮ろうかって言ったら、もうほとんど地面をなくそうと、地面をなくして空ばかりにしよう、でこれで夕暮れにね、ちょっと夕焼け残ってますけど、日が暮れた瞬間のね、空の闇が始まるを印象的に、しようかなと思って仕上げた写真になります。これね、50のフィルムで撮ってるんで30秒間ぐらい買い物で録音しました。次いきますよ。次はね、ちょっと拡大しなきゃ、よっ、この写真ですね。この写真はね、太陽がね、海面を照らしてる、まあ朝6時ぐらいの写真なんですけど、明石海峡で撮ったんですけどね、この船はね、全然手前にいました、最初撮ろうと思った時で、船が来るまで待ちました。船が来るまで待ってる間に太陽がちょっとだいぶ陰っちゃって、本当はここ海面がむっちゃくちゃ光ってたんですけど、まあ失敗写真になりますけどね。まあその仕事の途中だったんでそこまで待てないんで、まあフェリーが来るのを待ってね、このフェリーを入れた写真になります。別にね、フェリーが来なくてもね、海面キラキラで綺麗だったんですけど、大きい船がいた方がね、印象が強くなるんで、まあこんな感じで待ったんですね。でその次行きましょうか。はい、これはね、関門海峡、壇ノ浦のパーキングエリアから撮った写真になりますけど、別にこのビルがなくても夕日は綺麗なんですね。街並みも綺麗なんですけど、もうこのビルタワーかなと観覧車があることによってひときわ印象的な写真になってます。でこの写真を撮るときに気をつけたのが、これが真ん中にならないことです。初心者の方はとりあえずね、真ん中に入れて撮ろうとするんですよ。これ日の丸写真って言うんですけど、でこれはちょっとね、真ん中からずらしてます。でどっちにずらすかでもだいぶ変わってくるんですけど、こっちにずらすと街がなかったんで、この真ん中にタワーと観覧車をちょっとこっちにずらして、こっちに街並みが映るような形で構図を考えました。まあ言うたら、被写体はこいつなんですね。この観覧車とタワーなんですけど、で背景が、風景なんですけど、構図を考えたらこうなるっていう例です。で次行きましょうか。iPhone の写真やっぱちっちゃいな。よいしょ。これ iPhone の写真なんですね。iPhone6S で撮った写真です。で、この写真はね、どうやって撮ってるかっていうと、まあ、夕日は綺麗だったんですよ。で、夕日綺麗で、撮ったらね、手前真っ暗けになったわけなんです。で、手前に何か欲しいなと、いうことで、iPhone のね、ライトをオンにしました。まあ、ライトをオンにして撮影した写真になります。これだけでも十分ね良かったんですけど、手前にこのハスの葉が入ることによってちょっと印象的な写真になったんですね。まあ今日いっぱい他にもね紹介しようとした写真あったんですけど、まあ今日はこんな感じで、綺麗だ、綺麗だって言ってホイって撮る、それでもいいっていいんですけど、ちょっとね考えて撮る、なんかないかなと探すんですね。探して、で印象的なものを取り込む、待つ、そういうね作業をする。あと同じ場所でも同じものがあるところでも、その構図を変えたり、メインを据える、メインの被写体を据えるね、風景でもそのメインを据えることによって随分写真が変わってくると思うんですね。で、今日、まあ、こんな感じで、まあ、大したことない写真じゃ大したことない写真なんですけど、ひとひねり加えることによって、ちょっと印象的な写真が、作れるのではないかと思って今日紹介しました。これはあくまで僕の考え方です。で、本
当にね、究極に綺麗な風景を撮ろうと思って山に登ったりしてね、で本当に綺麗な写真を撮ろうと思ったら、もうそれだけでも十分印象的な写真にはなることはなると思うんですね。でそういうカメラマンも実際にいると思います。ただまあ僕みたいな考え方で写真をね構成しても良いのではないかと思う思うんですね。でまあ今日言ったことをね真似する必要はないんです。で僕の真似をしてもねなんていうんですか、オリジナルではないんでね。まあオリジナルはオリジナルでしょうけど、その僕が写したわけじゃないんですから。ただ自分なりのね工夫とかね、その自分なりの考えを加えて写真を撮ると面白いかもしれません。あとちょっとね視点を変えただけでね写真は随分変わります。例えばね、最初菜の花の写真ね、あれね脚立とか持って行って高いとこからね撮ってね、で空をほとんどなくしたりとか、そういう感じでね構図を変えてもね面白い写真になったりします。でそれはね、その自分のアイディア、考えとかね、考え方とかで工夫してね撮ったらね、オリジナリティで印象的な写真になるんではないでしょうか。今日の動画はねこんな感じでちょっと簡単になりますが、ベースがね大したことない私の写真なんで、参考になるかどうかはちょっとわからないですけどもね、参考になっていただければと思います。今日の動画は、こんな感じですね。で次回の、動画なんですけども、うるさいな。ツイッターとかでね、つぶやいてますけど、すごい、カメラ、ジャンクカメラを大量まとめてね、購入したんですね。で、結構いい落札、安い金額で落札できましたんで、それをね、紹介する動画を作ろうと思いまして、この運行帰って、家に帰ったら多分届いてると思うんで、次のね、動画はね、ジャンクカメラ大量に、一気に購入した開封動画になります。僕のね、仲良しのね、中田さん、プロカメラの中田さんが開封動画したら結構面白いっていう話を聞いたんでね、僕もちょうどね、こんな大量に、カメラ、いっぺんに落札したっていうのは初めてだったんで、それも結構いいカメラがね中に入っているやつなんで、それを開封動画、を作ろうと思います。でもうその次も実は考えてあるんです。その次はね、もう今ちょっと準備進めてるんですけど、ちょっと前、1ヶ月ぐらい前だったかな、動画のコメントでね、銀塩カメラがあるけど露出系が壊れてるから写真が撮れないっていうねコメントが入ってきて、で返したんですよね。これ友達からもらったカメラ、ちょっと今本体ないんですけど、ミノルタの FS35-2 っていうねカメラ、このカメラね、シャッタースピードが125で125分の1、 F8 固定のカメラなんですね。でこれでねフィルムとかがねちゃんと400とか800とか入れてもねちゃんと撮れるらしいんですよ。でネガはね、露出アンダーにはすごく弱いんですけど、露出オーバーにはすごく強い。アンダーに弱くてオーバーに強いって特性を持ってます。だからこのカメラは、アンダーになろうとしたらもうフラッシュが光って、オーバーそのまま 125F8 でほったらかしみたいな、そういうカメラなんです。それでちゃんと写真撮れる、らしいんですよ。で、今回この、露出の精度が比較的高い、EOS 1N を持ち出しまして、100のね、ネガフィルムで、露出オーバー何段ぐらいまでちゃんと絵になるのかとか、露出アンダーは、何段ぐらいまでちゃんと絵になるのかっていうのを実証実験、したいと思います。だから次の動画は、ジャンク開封動画で、その次の動画は、こいつの使った、露出オーバー露出アンダーの、実証動画か、それが間に合わなかったらオリンパス L10 スーパーの、カメラの紹介になっていくと思います。もう次まで決まっちゃったな。こんな感じです。これからもね写真、主にフィルムですけど、写真のネタをねどんどんやっていきます。初めて、見た方、まだチャンネル登録してないとか、そういう方はねぜひチャンネル登録してください。でいいねと思って、今回の動画いいねと思った、参考になったとか、やってみようと思ったとかいう人はね、
ぜひね、グッドボタンを押してください。励みになります。そんなわけで、次の動画、次の動画はもう開封動画で確定ですね。またお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、までしばらくお待ちください。それではまた。